せっかくのバンドセットまだまだ盛り上がっていきますか。今回聞いてください、ちょっとやってみただけ、最善の人たちがまだ切れてないすごいですよ、君たち毎週末鍛えたんだ、すごいですよ、ちょっとね、動機息切れですよそうそうそう、それ欲しいははは、おお皆さん楽しんでますか、嬉しいです。こうやってね、たくさんの人に来ていただいて、今日ライブメニュー多分初めて聞くよという人も中にいるとは思うんですけども、今ねこうやってパーって見ていただいて、分かったかな、通りアイドルラップを、違うな、ラップをやってるアイドルです。もしよかったら囲碁を見よしり、うん、お金や何やった見よしきり絶対違う、黙ってバカがバレるからもしよかったら今後ね、ライメリーという名前だけでも褒めて帰ってくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、ライムベリーの次のライブはお前ら誰も喋る気がないな、そうなん、はい
明日はい、明日絶対ないってます。12日に武蔵野音楽祭に出演します。はい、よろしくお願いします。キッズになってますので、もしよかったら来てください。そして24日なんですけど、渋谷のオーウェストというところで爆動祭といってね、あのラッパーのワニュードーさんが主催の、今度はゴリゴリのヒップホップのフェスに出てきますので、もしよかったらそちらも遊びに来てくれると嬉しいなと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。いやなんかいつもね曲が流れてるとこで MC をやってるからね、うん、あ流す、はい、いいです大丈夫です。流れたすごい、こういうのがすごいよね。いやなんかこういつもとね雰囲気が違うとこでやると緊張もするけど、その分やっぱこう後ろからねドラムの音が聞こえたりするとラップとかだとやっぱ簡単にリズムがずれちゃうから、そこでどんどん遅れていっちゃったり、なんかどんどんうまくいかなくなって、3人もいるから1人がずれるとどんどんずれていっちゃうんだけど、やっぱ音楽あると違うな。どんどんずれていっちゃうんだけど、でもそれがまたすごい楽しくて、なんか新しい自分に出会えたというか、なんて言うんだろう、バンドやるとやっぱ声持たさなきゃとか、すごいどんどん新しい自分とまたさらに挑戦ができて、すごくいい機会だったなと思います。今日は来てくださって本当にありがとうございました。あのさ、はい、バンドの面白いとこね、うん、止まんないよ。手当てて、うん、好きな時に下ろしてみて。うん、私事ですけども、はい、あの最近新発売したこの斉藤良人帽子販売しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ。時間というものはあっという間で、もう次がなんと最後の曲で、